高校2年生の時のお話なんですけども、僕は野球部だったんですね。で、冬に5日間休みがあったんですね。で、まあ、バイトでもしようと思って、で、まあ、そのうちの4日間ですね、まあ、学校に申請を出して、パン屋さんの、工場のライン作業ですね。で、まあ、初日お願いします、みたいな感じで。で、さささっとラインに着いたんですけども、向かい側に、つぶらな瞳で可愛らしい人がいたんですね。で、話してみたら、同じ高校で1個上の先輩だということで。で、まあ普通に話してて意気投合してみたいな感じだったんですけども、パンの作業ですから、その、マスクをずっとつけた状態でお話をしていたんですね。なので、その子の、その顔の全貌といいますか、は分からずに、1日たち、2日たち、3日たち、もう仲良くはなっていくんですけども。で、4日目最終日になりましたら、朝、LINE に着いたら、なんと、その子がマスクを取っていたんですね。で、ああ、こんな感じかみたいな感じで、普通に可愛らしかったんですね。で、まあ近づいてって、おいみたいな感じで、おはようって言ったら、あっちも、おはようって言ってくれたんですけども、歯に青のりがついていたよ。なんとも言えないお話でございました。